テレビは大事です。だから僕はもうずっと言ってますけど、テレビで映画をやらないと、今みたいに洋画に客が入らなくなってるのはテレビで映画をやらないからだよというふうに僕は思いますね。だってそうそう、変な家がものすごいことになってるじゃないですか。もうずっと1位ですよ、変な家。これ下手すりゃ迷子児抜きますよ変な家が大変なことになりますよ。変な家はだって客入ってるからね、ものすごいものすごいですよ、変な家は。まあでもね、ただ変な家は本当にそのなんだっけ、受け付さん、受け付さんのあれと原作のものとは全然違うからダメだって言ってる子たちが、すごく多いんですけれども、ここはねもうしょうがないんですよ。今回の今見たね SF 短編ドラマもそうですけれども、原作と同じじゃダメだからね。そのなんつうの、映像化するっていう風に決まった段階でもう原作とは関係ないですよね。映像化って、映像化映画化っていうのは原作をそのまま動かすということが映像化じゃないですからね。映像化っていうのは原作を使って別のものを作るっていう意味ですから、だから原作と同じものは見れると思って見に行っちゃダメなんですよ、そういうのって。あくまで原作は原作ですから。で、原作を超えることはまずないんで、二次創作ですからね、映画とか、まあ、ドラマでも何でもそうですけれども、原作を超えることはないんで、原作と同じものを見たいとか、原作の動いているものが見たいという意識で映画館とか映像化に行くと、それは違うものが現れますよというふうにはですね、分かってもらいたいなというふうに思います。別に映像化っていうのは原作の映像化ではないからあくまで元にしているっていうことですからね。ファイトクラブもブレードランナーも原作通りじゃない、ああもう全然違います。ファイトクラブも全然違うし、ブレードランナーも全然違うし、っていうかフィリップ K ディックの原作の映像化映画化っていうのはめちゃくちゃ多いんですけれども、トータルリコールとかもそうだし、トム・クルーズがやってたあれとかもそうなんですけれども、全然違いますからね。原作と映画化、フィリップ・K・ディックの映画化はめちゃくちゃいっぱいあるんですけれども、全部全然違う話なんですよそういうもんなんです、原作と映像化っていうのは。あくまで原作っていうのはその要素を使って別の人が新たに書くっていうことですからね。そうなんですよね。だからここがなかなか難しいところで、そもそも作者が映画化の契約をしたんだし、原作と違っても外野は映画制作者を叩いちゃダメ。そうなんですよね。ただこれが最近のね、死んじゃったあの人の話あったじゃないですか。あれでもよく話題になってましたけど、結局契約がしっかりとしてないんでしょうね、今の日本のそういった業界は。だからしっかりと、もうアメリカみたいな契約社会じゃないんで、日本はなんとなくなーなーで、細かな取り決めとかをしないまんま多分動いちゃっているっていう部分もあるんだと思うんで、そこは今後変えていかなきゃいけないと思います。しっかりと、契約の中に全部文言を入れて、その原作通りにやんなきゃいけないのか、勝手に好きなことやっていいのか、それともこういうチェックが入るようにするとか、その辺のことは全部契約書に書いて、その通りやんないとダメだなと。あ、そう、セクシー田中さん問題ね。だそのあたりがちゃんとしてないっていうのが今の業界だと思うんで、そこはねしっかりと今後やんなきゃいけないなと思いますけれども、ただ僕が言えることは、映画化映像化っていうのは原作を動かすことじゃないんだよと、原作のために映像化するわけでもないんですよと、いうことです。補足します。原作ものの映像化、まあ、映画化ドラマ化アニメ化いろいろありますけれども、それって誰のために行われるのかというとですね、当然ですが原作者のために映画化するわけではありません。映画化したところで原作者には大して利益がないからですね。では原作ファンに向けて、原作ファンの人が楽しんでもらえるように映画化映像化するのかというと、そういうわけでもありません。まあ、さっきからずっと言っているようにですね、原作よりも出来のいい映像化映画化というものはありえないので、
基本的にはね、必ず劣化したものを見せつけられるわけです。原作ファンにとってね。だから原作ファンに向けて作られているわけでもないですよね。では原作付きの映画化映像化っていうのは一体何のために行われるのかというとですね、お金儲けのために行われるんです。すでに人気のある原作を使えばですね、ある程度の集客が見込めて非常に便利なわけですね。そうすると一つの原作に対して映画化すると、その映画化したものに何十人何百人という人が関わってくるわけですね。その人たちはみんな人気のある原作を映像化することによって今日もご飯が食べれて水道代を払うことができるわけです。そのために原作付きの映像化というものはされるわけです。原作ものの映像化というものはですね、原作者のためにあるわけでもなく、原作者のファンのためにあるものでもないんだということですよ。ですので原作ファンの人が原作者を応援するためという目的でもし映画化されたものを見に行くとしたらですね、必ずそれは劣化したものになりますんで、映画を見に行くよりも原作の本なり何なりを映画のチケット代の代わりに原作本を買うと。で、まあ布教するなり、何なりした方がよっぽど原作者のためになるんじゃないかなというふうに思ったりも僕はします。ただこの考えが全て正しいわけじゃなくて、映像化というものをすごく楽しみにしている原作者もいるし、そこは原作者と映画会社、ね、制作会社の関係性だったり契約の仕方だったり、そういったところで全部変わってくるんで、一概にこれが正しい、これが間違っているということは言えないというふうに思います。別物なんだよってことですね。制作者側と原作者側のコミュニケーションがうまくいってない。そうですね。だからコミュニケーションがうまくいってないってことは、それはもうイコール契約がしっかりできてないってことですからね、と思いますよ。だから変な家が今爆発的に、本当にもう爆発的大人気、ものすごい稼いでるわけですけれども、どっちにしようわかんないですけど、個人個人いろいろあるんで、やり方が、契約の仕方がいろいろあるからわからないですけど、これまでの日本のいろんなものを見ている限りですね、映画がこけようが大ヒットしようが、受け手さんに入るギャラは同じですよね。数十万から数百万を先に支払って原作映画化権っていうものを売った、これだけなんで、多分ヒットしようがこけようがどっちでもあんま関係ないんですね。で、映画がヒットしようが映画がこけようが原作の面白さは変わらないんで、それは何に対しても、小説だろうが、漫画だろうが、どの分野の何にしてもそういうもんですよということですね。だから出来上がった映画の出来に対してうんぬん言うのは別にいいんですけれども、原作と違うからとか、そういった批判は、まあ、ちょっと違うというか、なんていうかな、批判の仕方として幼いというか、まあ、世間が分かってないというか、そういった部分があるかなというふうに思いますね。今回のね、映画化された変な家について結構いろいろなところでコメントを見るとですね、僕の動画もそうなんですけれど、見るとですね、ミステリーなのにホラーに仕上がっているからダメなんだと、その原作を変えることが嫌なんじゃなくて、ジャンルを変えているところが、そんなのダメに決まってんじゃんみたいなね、そんなコメントをちらほら見るんですけれども、おそらくそうじゃないと思います。原作通りじゃないからみんな怒ってるんです。同じミステリーでも原作と違ってたら皆さんは怒るんです。大体そうです。世の中みんなそうなんです。そうなってるんです。原作ファンっていうのは原作と違うものを見せられると嫌になるんですね。ハリーポッターでさえ原作ファンは映像化されたあの映画を批判的に見るわけですね。原作ファンというのは原作が一番だということなので、まあ当然そうなんですけど、どのジャンルでも原作が一番素晴らしいんですけれどもね、キューブリックが撮ったシャイニングっていう映画ありまして、あれも原作とだいぶ違うお話にしているわけですけれども、それに対して、原作者のねスティーブン・キングが怒っているっていうこともありましたけれども、それはそれ、これはこれなんですね。だからもし今回の変な映画ホラーではなくミステリーのまんまで、原作とだいぶこの改変をして映画化されたとしても、おそらく原作ファンの人は怒っていたというふうに僕は思いますよ。それが世の常なんで。ただ一応ですね、原作を知らない僕から見た映画変な家はですね、非常に
良かったというふうに思います。出来のいいホラー映画だったなというふうに思いますよ。まあ今現在の日本にしてはね、出来のいいホラー映画が作られたかなというふうに、まあ思っています。原作通りやらなきゃダメだとか、原作と違うのは、その原作者に対する冒涜だとか、まあいろんな意見があると思いますけれども、そんなこと言ったってしょうがないんで。まあみんなが穏便に楽しむにはですね、原作と映画というのは別物なんだよということを分かって見に行く、もしくは原作と映画っていうのは別物だから見に行かない、そういった選択をした方がいいんじゃないかなというふうに思います。どんなものでも原作と同じものを映像化するってことはまずないですから。まあ日本の場合ね、アニメとかだと原作通り原作通りっていうのが最近流行っているんで、そういうふうにできつつありますけれども、それは非常に稀な例であって、 99.9% 原作と映像化というのは違うものが出来上がるんだよということを、まあ分かっておいた方がお互い幸せかなというふうに思いました。ということで今回は先日行ったね、生配信の切り抜きプラスアルファということでした。ありがとうございました。